まあ、それにしてもね、まあ、国会始まってからかなんなのかわかりませんけども、まあ、やっぱり桜を見る会のですね、まあ、新しい、えー、事実っていうのがですね、まあ、どんどん出てきていると。えーまあ、この間はね、内閣府からですね、あの、廃棄したはずの資料が出てきたというのもありましたけども、 まあ本当にね、あの、これ問題だと思うんですよね。やっぱ二階幹事長はもう桜をあちったとかって言って。 で、ま、桜を見る会の問題はもう終わったみたいなことを言ってるんですけども、いや、次から次からね、あのー、やっぱ桜を見る会の問題が出てきていると。んで、今日もですね、桜を見る会に関して、これ新宿御苑で行われたわけなんですけども、えー、正式な開門時刻より早い、えー、午前8時前に、えー、多数の入場者がいたと、えー、2000人と、えー、共同通詞は2000人と、で、まあ、 NHK が8000人とかって書いてあるんですけども、まあ、まあ、後で書かれた方が、あの、正しいのかなと思って、まあ、2000人近く、1842人がですね、去年、えー、直近の19年度にはですね、えー、2000人近くが、え入場していたということで、まあ、これも証拠もあるんですよね。それはなんでかというと、えー 地元、安倍首相の地元の支援者らがですね、まあ受付時間前に入って、まあ8時前に入ってですね、安倍首相夫妻と写真を撮影していたことっていうのが、まあ関係者の証言なので分かっていると、まあいうことでね、まあだからいかにこの野党も指摘してるんですけども、やっぱその、 安倍首相主催ですからね桜を見るからね。まあ、いかにこれが地元の人たちを、あの、優遇というか特別扱いしてるかっていう問題に対してね、やっぱりおかしいなと。えー、これ別に安倍首相の私費というかね、自分のお金でやられてたら別に問題ないかもしれませんけども、やっぱりこれは税金が使われてると。えー、しかもね、まあ、ご、 6000万近くやっちゃおうかなっていうね。一気に3倍ぐらいなってるんですよね。去年からかなんか知りませんけども。 ねえらい、とにかくもう税金がですね、いっぱい使われてるで。それは何のためかっていうことが、やっぱりこの桜を見る会の、えー、一番大きな問題でね、その名簿が出てこないっていう問題に関してもですね、安倍首相側っていうのはですね、もう全然その説明責任を果たしてない。内閣府も説明責任を果たしてないと。えー、この名簿の 電子データというかね、廃棄記録に関してもですね、ログは出さないということを今日、えー、内閣府も言っててね。いや、なぜなのかと、うん。っていうことが、その、なんて言うんでしょうかね。まあ、おかしいとこがいっぱいあると。まあ、なのに安倍さんはもう説明責任を果たしてるみたいなね。全くその、 まあ、国民世論と反することを言っているっていうことが、やっぱこれはその首相としてどうなのかっていう問題に尽きると思うんですよね。やっぱそこをやっぱりおかしいと、えー、やっぱり思わなあかんと。うん、まあ、このね、安倍首相のあの説明責任についてもですね、なんかその、えー、個人情報だからということで、安倍首相、 が、なんかその説明を果たしてないという問題に関してもね、これ、えー、公文書管理法の、えー、委員にも携わった方ですかね、三宅博さん、個人情報保護法に詳しい三宅博弁護士もですね、 もうジャパンライフの会長がね、元会長が招待されたということを明らかにして宣伝に使っている以上ですね、個人情報として保護する対象に当たらないというふうに指摘されてるんですけども、全くその通りでね、の個人情報、個人情報って言うんだったら、安倍首相のね、桜を見る会の撮影というかね、写真撮影で、まあ、多くの芸能人と一緒に写ってる写真とはどうなんだと。 なんか一方ではね、その安倍首相と、あの、なんていうんですかね、まあ派手なときらびやかな芸能人たちと一緒に撮った写真撮影をですね、まあアップしですね、ほんでいざこう、その、 ちゃんと打ち明けを説明しろって、いや、個人情報ですから、みたいなっていうのはね、やっぱ通らないというかね、やっぱりそこが安倍首相の、あの、まあ、二枚舌的なとこがあるのかなと、うん、っていうふうに批判されても仕方ないと思うんですよね。で、この会場時間前にね、まあ、2000人が入っていたっていうこともですね、なんでそこまでできるのかなと、うんまあ、あの、内閣府の説明としては、ま、いっぱいいてるから、えー、 会場時間を前倒ししてもらったみたいなことを言ってるんですけども、いや、だなんでそういうことができるのかと。 で、しかもね、この、やっぱ、安倍首相に会うということですから、やっぱ手荷物検査とかね、まあ、厳重な検査っていうのが必要なわけなんですけども、まあそういうのをすっ飛ばしてね、何台もバスが新宿御苑に来たんですかね。まあそこにいっぱい降ろしていったからこんだけ2000人っていうのが会場前に入場したと思うんですけども、そういう風うにしてですね、何の検査もないと。なんかそこがね、やっぱ、あの、 不公平感というか、ですねいや、おかしいなっていうね、なんで安倍さんはこういうことをして、安倍さんだけが会場前にねあの入場者入れたりとか。 することは許されるのかなっていうところが、やっぱり国民の不信感がありですね、またその説明責任がやっぱりきちんと果たされない、果たされてないっていう、えー、人がですね、圧倒的に多いわけですね、世論調査でもね。7割、8割ぐらいそうやったんちゃうかなっていうね。 うんだそれでね、なんかその二回幹事長みたいにもう桜は散ったとか、えー、言って、言って終わ,ら終わったことにしようとしてるんですけども、いや、それはね、通らないと、えー。やっぱ桜はこれから咲くんじゃないのかなと。えー、ねこれから桜が咲いていく時期ですから、これからなんじゃないのっていうね。 えー、う,まいうまいのかうまいくないのか分かりませんけども、ね、も、まあ、そういうことを思いますよね、うんだから本当、なんかねあの内閣府もなんか小出しにこういう情報をねポポロ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 出してくると、まあ、でも肝心の,あの招待者名簿っていうのは出さないわけですよね、えー、だからその名簿がどこまで出せるかっていうところにあの野党の追及っていうのはやっぱかかって。 やってると思うんですよね。 まあこの間の公文書管理法の違反ということで、まあ、歴代の人事課長6人が処分されたっていうのもありましたけども、あの、そういう問題だけで終わらしては絶対ダメでね。えー、自民党側としてはですね、もう人事課長が、え、処分された、えー、厳重注意した、え、賞与も減らしますと、ボーナスも減らしますと、えー、それで終わりみたいなことにさせは絶対ダメで、もやっぱその、今日の共同通信の、あのー、 記者さんかね、なんかライターさんかわかりません、ね、書いてましたけども、あの、ずさんな公文書管理法の問題だけで終わらしてはダメだと。やっぱきちんと、あの、この桜を見る会の、あの、安倍首相がね、えー、招待したというね、名簿、ね、っていうのをですね、まあ、絶対に出させると、えー、いうとこまでやれるかどうかに、野党の勝負はかかっていると。 これ出てきたら、本当に安倍さんはもう、あの、大きなダメージとかね、安倍内閣のダメージ、内閣支持率もね、あのまた思いっきり下がるような気がするんでね、んだからもう本当にそこまでやるとで、そのためには、あの共同通信の記事にも書いてたんですけども、やっぱま徹底的に、えー、その今の官僚、内閣のね、あの、接触に当たってる官僚、課長とかですか、えー 問い詰めていくと。えー、まあ、他の省庁もね、あの、推薦者名簿は残ってるっていうふうになんか書いてたと思うんですね。国交省とかね。えー、まあ、そういう他の推薦者名簿もまた出させてですね、まあ、ほんにもう、証拠を積み上げていくしかないっていうところに、えー、かかってると思うんですけども、まあ、それが今の、まあ、野党が、ま、できるかどうかっていうね、だからこういう特別扱いの問題っていうのもね、 で、特別扱いだけじゃなくて、やっぱその地元の山口ではですね、この桜を見る会の会費すら払って、払わずにですね、あの、入ってる人もいてるわけですよね。うん、あの、前夜祭のね、5000の格安パーティーですらですね、お金も払ってない人も、えー、お金払わずに入ったという人もいるわけですから、まあそうなると、やっぱ公選法とかね、えー、今、河合克之、 アンリ夫妻がね、言われてるのは公選法にも引っかかってくるんじゃないのかと、いうのもあるわけでね。だからもう本当に野党はね、まあ、大変やと思うんですけども、あのー、頑張ってほしいなと。絶対ね、なんか、あの、本当に変な形で終わらせないというか、 えー、どこまであのきちんと、ね、追求できるかどうかに、えー、今後の野党の命運っていうのもね、まあ、安倍さんの命運にも関わる問題なんですけども、かかってるかなと思いますね。チャンネル登録よろしくね。